豆キュン。ちびっこ警察官ジャック、カツラ泥棒を捕まえろ。あ、僕のカツラ。危険危険、カツラ泥棒が現れました。ちびっこ警察官ジャック、すぐさま出動せよ。ちびっこ警察官ジャック出動。おまわりさん、すごく滑稽でしょう。ライオンさん、ツラはどのように盗まれたのか教えてくれますか。あ、すごく暑くてちょっとトイレに入ったんです。カツラを洗面台に置いて顔を洗い終わったらなくなってたんです。トイレで盗まれたんですね。ちょっと待ってください。皆さん止まってください。これから4人の方はカツラ泥棒の容疑者です。カツラ泥棒の容疑者は白頭足、ヤギ、キツネ、馬のあなたたちです。ありえません、泥棒なんて。僕はカツラ泥棒じゃありません。違うって、ハゲ頭のわしがハゲてないぞ。僕は突然変異だから、生まれた時から髪の毛があったんです。もう、私の尻尾が偽物に見えます？ありえないです。髪の毛がない馬がいるんですか？僕はもともと顎ひげがありました。いいでしょう、皆さん犯人じゃないということですね。当然でしょう。それならちょっとテストをしてみましょう。ちびっこ警察官ジャック、つむじポン。馬、あなたがカツラ泥棒です。あ、そんな、僕の髪の毛、僕のカツラ。あれれ、カツラ。そうだと思った。どうりで毛が多いはずだ。ふぅ、よかった。他人の大切なものを盗むことはとても悪いことです。一緒に警察署に来てもらいます。うわー、おまわりさん、今回だけは見逃してくださいね。ね、ちびっこ警察官ジャック、任務完了。ありがとうございます、おまわりさん。おかげでまた自信がつきました。僕のすべきことをしたまでです。これからはなくさないように気をつけてください。ではこれで、さようなら。さようなら。さようなら。チャンネル登録してね。